パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ライフィールドモデルシュトゥームティーガーです。キット自体は最近発売されたものなんですけど、多分以前に発売されたフルインテリア付きのものと多分同じだと思いますね。はい、このキットは中のパーツですね、インテリアのパーツをある程度省略した一応廉価版っていう形になってますけど、ただまあ可動式乗り体、はい、こういうのついてたりとか、まあ大事なところはまあ省かれてないと思うんで、はい、結構期待できますよね。はい、それでは早速中見ていきましょう。組み立て説明図ですね。これは足回りですね。これは砲弾関係ですかね。これはアクセサリーですね。これはもう天輪ですね。戦闘室ですね。これはリアパネル周り、履帯が入ってます。これも履帯ですね。これはもう車体ですね。これも車体ですね。これも車体で、あとは中のパーツとか砲関連ですね。あ、ここ水見の車体です。これは薬莢ですかね。クリアパーツです。デカールポリキャップ、あとエッチングパーツですね。パーツは以上です。組み立て説明図です。表紙は注意書きですね。はい、いつものようにパーツ図です。ランナーの種類はそんなに多くないんですけど、まあ、やっぱり ×2 とか4が多いですね。で、これはエッチングパーツとかデカールですね。はい、結局1ページでは入らなかったんですね。組み立てですけど、多分これも中ですね。はい、これ多分砲の、はい、駆動装置ですね。ハンドルがついてますね。はい、細かいところから作業始まりましたね。これは砲弾ラックですね。はい、車体戦闘室の脇にあるラックを組んでますね。これは多分正面ですね、戦闘室の。はい、多分砲弾を動かす、はい、装置ですかね。はい、戦闘室中の工作に入りましたね。手法の組み立てですね。はい、パーツの数はまあそんなにないんですけど、まあでかいですね。はい、でこういう感じで、まあ、いつものことなんですけど、こう細かい注釈っていうんですかね。はい、正確な位置とか図面が入ってますね。わかりやすいですね。うん。これは、写真から見る限り開閉装置ですね。はい、巨大ですね。はい、砲の開閉装置ですね。まあ明らかにそうですね。はい、はい、開閉状態選べるんですね。で、ここからは下部車体ですね。はい、スイングアームとトーションバーですね。これはどっちにしろ固定しなきゃいけないのかな。機動輪の基部とかで、これは、はい、トランスミッションの上のカバーですね。で、
なんか通信種の、はい、無線機ですね、はい、無線機がついてますね。でこれは乗用車体の側面走行ですね、はい、うん、もうこの辺はちょっとなんだかわかんないですね、はい。はい、戦闘室の底板を組み立ててますね。多分これはあれですね、あの球弾装置って言うんですか、はい、弾乗っけてあの軸線に送り込むやつですね。はい、車体内部の砲弾架かな、はい、でリアパネルと、うん、排気管とかジャッキ機台ですね、はい、ジャッキ台はい、ものすごいパーツついてますね、はい、全部多分一部パーツですね。これはこれはジャッキですね、はい。でリアパネルを組み立ててリアフェンダーですね、うん、あのところどころにこういうあのイラストっていうんですかね、はい、写真がついてて、しかもパーツごとに色分けされてるんで、これ非常に分かりやすいですよね。これはもうクランプですね。はい。エッジパーツですね。はい。工具のクランプですね。はい。で、気取りのキューブを組み付けて、天輪ももう組み立てて付け始めてますね。はい。一応、車体の側面に工具を付けるのと同時進行なんですね。はい。あ、はい。これ分かりやすい写真ですよね。これは反対側ですね。はい、同様に写真がついてます。で、車体後部のエンジングリルの点検パネルの工作ですね。相変わらず給油口とかは別体なんですね。メッシュはエッチングパーツですね。うん、はい、点検口、点検パネル、こういう形でつきます。はい。でこれは中のまあさっきのやっぱり砲弾ラックですね、はい。で組み立てた戦闘室を貼り合わせるわけですね、うん。でこれはフロントフェンダーですかね。これ位置関係分かりやすいですよね、はい。で中はこうなってると、いやー、まあすごいすごいですね、はい。まあ砲弾でかいですからね、はい。これは、あ、はいはい、これはあれですね、はい、中のレールですね、はい、はい。これは戦闘車のもう天井ですね、はい、うん。で天井をつけて、履帯は架線形式ですね、はい。でサイドスカートつけて、これは多分後ろのリアの戦闘車の後ろのパネル周りですね、はい。アンテナ基部とかハッチですね。で最後に砲弾吊り下げのクレーンですね、はい。いや結構なパーツ数ありますね。でこれを最後に取り付けて完成と、はい。ここから塗装図ですね、はい。これはモノトーンで、メエッサイが2種類と単色塗装が1種類、全部で3種類ですね。箱組み済みの株写真です。こういう感じですね、はい。まあモールドはもう十分、はい、ついてます。ここですね、はい、タボ穴があるんで、あのスイングアームですか、塗装板、あの差し込む感じでしたけど、
多分ここのタオで固定できますね。はい、中もこういう感じですね。はい、まあ、ここが一応一体モールドになってますね。で、画像で見えるかちょっとあれなんですけど、これはちょっと引けがあるかもしれないですね。うん、あの裏側にあるモールドの影が少し出てるんで、ちょっと成形時に引けたかもしれないですね。まあでもそこなんで問題ないですけど。で、溶接跡とかしっかりありますね。はい、表面はまあ普通の梨地ですかね。先頭室です。まず表面装甲ですね。はい、もう明確に圧延装甲ですね。はい、これを表現していますね。はい、まあ最近あのよく見られるんで、あのこれの是非はともかくとして、あのもうライフィールドはもう確実に、はい、圧延装甲を表現しようとしてますね。はい、僕はこれいいと思いますね。まあ、自分でできるんですけど、多少はパテとかね、あのこうなすりつけてサンディングしてできるんですけど、これはあのちょっとそのまま塗装してみたい底表面ですね。はい、非常にいいと思いますね。はい、もう4面全部やってありますね。中はまあなんもないですね。はい、あとこれはシャターにつくパーツですね。はい、後ろですよね。はい、こういうやつもう鋳造品はもうがっつりしてありますね。はい、分かりやすくていいと思いますね。あの明確にこうメリハリをつけてますね。はい、僕は素晴らしいと思いますね。車体のパーツですね。はい、外側のものもあるんですけど、内部の、はい、内部の側板とか、あと頬のパーツが入ってますね。これは先頭室の側板ですね。インテリアがつくんで、まあ、ガイドとかモールドがついてます。裏側はズルペタです。外走行板あるんで必要ないですね。これは床ですね。はい、これは手法のザーコフって言えばいいんですかね。はい、もう表面いいですね。ゴツゴツしたこの、はい、感じ。まあでももうちょっと表情つけてもいいかなって感じですね。これは車載機銃ですね。最近多いですね。こうスリーブ型の放熱板がついてる後期型で、すごくディティールがいいんですよ。ただ銃口は開いてないです。もうこのぐらい自分で開けてっていうことだと思いますね。はい、もうピンバイスありますからね、今ね。問題ないですよね。これは先頭室の後ろの中側の板ですね。はい、まあ細かいパーツですね。この辺はこれ S マインですね。でこれは主砲のスリーブですね。はい、一体モールドですね。はい、これは正面車体の下部の走行板ですね。はい、まあ取ってつけたような感じですけど、そのこういうとこですよね。はい、メリハリが効いててすごくいいですよね。これはトランスミッションの上のカバーですね。はい、いやもうなんかもうほんとこのゴツゴツ感がいいですね。うん、でこういう細かいパーツですか。はい、ものすごいシャープですね。はい、これは車体の側面走行で、サイドスカートの基部ですよね。はい、そういったものとか一応モールドされてますね。で、走行表面は特にこれは何もないですね。はい、うん、まあさすがにこれだけディティールが乗っちゃってると一緒にやるのはもう不可能ですかね。不可能っていうか、まあお金的にも無理。はい、アンテナですね。はい、クランプ、はい、工具ですね。なんかクランプエッチングパーツまあついてますけど、これだったらもう全然いいですよね。はい、くじる必要ない気はしますけど。はい、これ工具ですね。スコップ、スコッ
ップは何もついてないですね、はい、これはもう自分でやれっていうことなんですね、うん、いやで、これ見えますか、これサイドスカートなんですけど、全部切り離されてますね、はい、で、すごいシャープですよ、ものすごい薄いですね、はい、あとこれですね、外側につくサイドスカート、脇につく曲がり防止用の板ってんですかね、はい、これもちゃんとついてますね。あと止めてるボルトですか、はい、これもしっかり六角で再現されてますね。車体の側面走行の内側ですね、はい、モールがつくんで一応ガイドがモールドされてますね。リアパネルですね、あと細かいパーツがついてますね。リアパネルはまあこういう感じです。でタボ穴っていうんですかね、細かいパーツがいっぱいつくはずなんですけど、これ全然開いてないんですよね、はい、こういうモールドはもう素晴らしい、いいですよね。これは多分クランク突っ込むとこのカバーですよね、はい、もうとにかくこうボルトだとかリベットの、はい、表現、まあ、ほんとシャープですよね。で、まあ、リアルっていうんですか、はい、でこれ見えますかね、蝶ネジ、はい、もうこの辺の出来ももう本当に秀逸で、前回パッションのね見てるから、エッチングパーツの蝶ネジ使ったことある人分かると思うんですけど、あれシャープなんだけど薄いんですよね、はい、インジェクションでこれだけできるんだったらもう絶対こっちの方がいいですよね、はい、もうこういうボルトの表現とかもう素晴らしいですね。はい、裏側です。一応穴はちゃんと開いてるんで、ここから裏側から穴を開けろってことですね、はい、まあでも最初から開けといてくれてもいいような気がするんだけどな、うん、車体のパーツですけど、これはタイガー戦車ですね、タイガー1戦車のパーツですね。多分どっかしら共通のパーツがあってこれから取るんだと思いますね、はい、キドリンとかですかね、はい、大幅にパーツ余りますけど、これはこれでいいですかね、はい、結構いいパーツついてますから、まずは牽引ワイヤーとか、はい、車体前の天板ですね、はい、これ機関カバーとか、エンジンデッキの上のグリル、はい、サイドスカートとかエアクリーナーとかマントレットとか、これ何なんですかね、はい、これもタイガー1の車体だし、もう機動輪ぐらいしか使えそうな気がしないですね、はい、機動輪ですね、はい、裏側ですね、車体の内側につくパーツですね、細かいパーツ多いですね。これは開閉器ですね、はい、もうなんか巨大ですよね。で機銃のボールマウントですね、これはね。でこっちは手法の器具ですよね、はい、はい、これが手法の多分ボールマウントっていうんですか、はい、切削跡がついてますね。これ鋳造品とかじゃなくて、もしかしたら削り出しで使ってんのかもしれないですね、本物は。いや、すげえな、ドイツの技術、はい、この辺は頬の周りの、はい、開閉器の周辺のパーツですね。これはフロントフェンダーかな。ヒンジとかストッパー、はい、もう素晴らしいですね、うん、はい、これが最後の開閉弁か。でジャッキ台、はい、これは天井につくサイトの覗き窓のところかな、うん、でこの辺の方向リングですよね、はい、いや、シャープですよね、ま、本当にシャープですね。細かいパーツがもう本当に、いや、まあ本当素晴らしいですね、うん、これは先頭室の正面走行ですよね、の内側ですね、はい、無線機とかで細かい駆動部とかサイトのパーツですね。でこれは車体の後部のエンジンルームの上の点検口とかですね、はい、
面白い分割されてますね。これフレームですよね。で、鋳造したところ、もうしっかり鋳造肌の表現されてますね。砲弾のパーツです。同じランナーが2枚あります。これは弾頭ですね。はい。もう、砲弾っていうよりは、爆弾ですね。はい。はい、うん。でかいですね。で、この辺のパーツはもう全部、ラックですね。はい。支柱ですね。はい。まあでも、本当に細いパーツ、シャープですよね。これでも、やっぱり、これだけ、シャープだと、もう切るとき心配ですよね。はい。もうこの辺のパーツとかはちょっと怖いかな。うん。この辺のパーツは、まあ、ラックにつくものとか、あとは駆動装置っていうんですかね。ああいう関連のパーツですかね。はい。多分これ、あれですね。手本のボールマウントの外側にはめるパーツだな。はい。これはもう薬莢ですね。こういう感じですね。際のところのモールドとか、はい。で、裏側もしっかりディティールがついてますね。はい。まあ、砲弾って言いましたけど、基本これロケット弾ですからね。はい。まあ、リアルにできてますね。はい。足周りのパーツですね。同じランナーが2枚あります。スイングアームですね。はい。アクセルロッドが直付けになってますね。まあ、一体モールドですけど、十分いいですね。で、機動輪の基部。と、これは誘導輪の基部ですね。はい。と、機動輪。うん。がっつりしっかりできてますよね。で、これは、なんですかね。タイガーワンの車輪ですかね。ゴムがべったになってんな。これは誘導輪ですね。あと、排気管基部。はい。フック台、筋シャックルダーのハブキャップに、蝶ネジと。うん。こういうのは余るようにできてると思うんで、重宝しますよね。この辺はストッパーですね。ワイヤーとかの、はい、蝶ネジ付きで、まあ、素晴らしいですね。これもでも多分タイガー戦車のパーツなんですね。はい。ボルトが上がってますね。うん。はい。そうですね。この辺、前照灯とか。うん。これはアクセサリーですね。はい。タイガー戦車のパーツですね。ジャッキーとか OVM。あと、まあ、ゲペックカステンとか入ってますね。さっき僕、タイガー戦車のパーツが入ってて、何に使うのかよくわかんないとかって言ってましたけど、ごめんなさい、勘違いしました。ストームタイガーって、タイガー戦車の車体なんですね。てっきり僕はキングタイガーの車体流用だと思ってたんで、さっきからずっとおかしいなって思ってたんですけど、はい、お恥ずかしい。はい、訂正します。ライフィールドは、タイガー戦車は結構、前のものが多いんで、この辺の作りはやっぱりちょっと古さは感じますけど、まあ、十分いいですよね。はい。もう、留め具についてる蝶ネジとか、はい。もう、いいですよね。はい。まあ、ゲペックカステンは使わないと思います。はい。車輪です。同じランナーが2枚入ってます。機動輪と誘導輪ですね。機動輪は表側だけですけど、まあ、シャープですよね。うん。もう、なんか本当に作りがいいっていうんですかね。はい。リアルに見えますよね。これがロードホイールですね。はい。一応、まあ、構成っていうんですか。はい。スチールプレスですね。いや、もう、素晴らしいですね。うん。まあ、ある意味楽で、もう何も喋らなくてもいいですね。はい。見ればわかるっていうんですか。裏側です。もう、こういう感じですね。タイガーワン戦車、まあ、ベースなんで、まあ、塗装するところの、まあ、ポイントになりますよね。こういうところね。ウェザリングの。はい。塗りがいありそうですよね。履帯です。組み立て可動式になります。履帯のピースです。はい。もう、ご覧の通りですね。もう素晴らしいですね。
滑り止めのモールドとか、はい、各部のそのなんていうんですかね、シャープさっていうんですか、バリなんか全然ないですし、はい、もういいですね。これは裏側ですね。押し出しピンの跡とかも一切ないですし、多分ちょっとうねって見えると思うんですけど、これ多分引けじゃなくて、こういう風に作られてると思いますね。はい。まあ、鋳造品らしいって言うんですか。はい。まあ、素晴らしいですね。これは連結ピンとセンターガイド、それからチグですね。同じランナーが4枚入ってます。これがチグですね。で、これが、センターピン。リンクピンですか。まあまあ本当にモデル化線と、まあ、同じですね。センターガイドも、はい、きっちり分かれてて、これを全部切り離してゲート処理してつけるのかと思うと、もうげっそりしますね。はい。見る限りは裏表対称なんですよね、これ。はい。ただ、つけるとちょっと角度がつくのかなっていう感じですかね。はい。まあ、いずれにせよ、まあ、素晴らしい出来ですね。クリアパーツです。これ天井ですね、戦闘室の。一応戦闘室はインテリアがあるんで、まあ、見えるように配慮されてるんですね。あと、まあ、ペリスコープとか、光学系の照準器のパーツとか、車間灯とかついてますかね。デカールです。鉄十字の他は基本的に砲弾のパーツですね。はい、注意書きとかで、丸いやつは運転席のところのメーター類ですね。ポリキャップとあと金属線が入ってました。これは寄り線じゃなくて完全に金属線ですね。エッチングパーツです。これはまあエンジンデッキの上のグリルのメッシュですね。あとは工具の、はい、OVM のクランプ類が一応全部入ってましたね。で、これ多分、あれですね。丸めて手法の中に突っ込むパーツですね。まあ、ライフリングっていうことなんですかね。スムーズボアだと思ってたんですけど、はい。あと、蝶ネジついてますね。はい。まあ、両方用意してくれたのはありがたいですかね。はい。はい、パーツの紹介は以上です。総評です。パーツの数多かったですね。はい。まあ、インテリアがね、入ってたんで、ある程度はまあ、予想してましたけど、予想外だったのは、外側につくパーツですね。はい。かなり細かく分割されてたり、あと細かいパーツがもうものすごいシャープで、割と、こう、独特な、まあ、車体、シルエットっていうんですかね、に関わらず、もう、のっぺりしたっていうんですか、平面が多くて、細かいところの表情に欠けるかなって思ってたんですけど、全然そんなことないですね。はい、情報量非常に多かったですね。はい、これは作りごたえもそうなんですけど、途中でも触れた練りごたえですか、平面がすごく大きいっていうんですか、はい、塗料乗せる面の、一度乗せる面の大きい車両なんで、塗りごたえっていうんですかね。はい。塗装すごく楽しみな車両ですよね。はい。まあ、あとはもう、そこかしこに、こう、最新の、はい。最新の、プラモデル成形の技術っていうんですか。はい。金型だけじゃなくて、そういうものも盛り込まれてて。いや、もう本当に組み立てて塗るのが楽しみな、はい、車体ですね。はい。もう率直に、もうそんな感じですね。はい。はい。今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かな、と思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。